はいえ、皆さん、こんばんは、100円です。えー、久々っす。<laughs> 週末でちょっと休んでました。ということで、えー、今日から復活、お菓子レビューということでね。今日ね、このお菓子を買って、それで、めちゃくちゃ食べたくて、でも収録しなきゃいけないと思って、ずっと我慢してたやつが、やっと開封できます。このチャンネルではね、いろんな、あの、チェリーの <laughs>、ちょっと待って、風邪ひいてます。あの、お菓子をレビューしてきたんですけども、 今回ついにですね初めて美味しそうなチェリーのお菓子が登場しますこいつですしまったダブホールチェリーズディップトゥインクリーミーダブ投げダークチョコレーツ <laughs> まあ簡単に言うとえっ、ー、とまるまるチェリーがチョコレートにこう チョコレートのなんていうのかなあったかいお風呂に入ってえー溶けたチョコレートに絡まってえー出てきましたよってやつですようーんなんていうかな楽しみだなさあえっとカロリー早速いきましょうかねこれ見るといつもがっかりすんだよなまずえーこの一袋で約800カロリーございますえーそうですねファット 60%です <laughs> 1日の摂取の60%ですえー、多いですねリアルフルーツで作ってるって書いてありますよリアルフルーツさあ行きましょうかあげます <coughs> ちょっと喉のの調子悪いの許してねシャーンそして中を開くうーん見えます 一粒一粒がでかいんですよなかなかね結構でかいです早速口に入れますうんなんかねチェリーが小さすぎてチョコしか残ってないです あーありましたわチェリーだけどチェリーを食べてる気にはなんないですねうん食感が微妙にチェリーですけどうんあるんですけどなんかねチェリーがチェリーって色が濃いじゃないですかもうちょこっと同化しちゃってよくわかんない たまにレーズンチョコって言ってるじゃないですか。あれとほぼ変わんないですね。これね、めちゃ高かったんですよ。400円ぐらいしたんですよね。で、レーズンチョコが150円ぐらいなんですよ。これ以上の量が入って。俺から言わせてもらうとね、これは全然買うべきじゃないですね。だって400円で、えっと、レーズンチョコと味がほぼ変わんないです。ということで、ダブ、どうだな、いろいろ評価すると。 うーん難しいけど6ぐらいですかねまずくないんですけどね値段の割にはって感じですねはいということでダブホールチェリーズ見つけたら買ってね評価6でお願いしますピースアウト